皆さんこんばんは。ワールドラバーマーケット TV の時間になりました。今回は、新作 DVD のお知らせになります。カットマンの皆様、長らくお待たせいたしました。今回の新作はカットマン戦術編です。こちらプリントはしてないんですが、この DVD の中にしっかり収められております。講師はおなじみ、元日本リーガーでカットマンの阿部選手です。今回の DVD では、阿部選手に様々なスタイルの選手、例えばシェイクのドライブマン、ペンを持て速攻型カットマン、そしてペン粒高、本当に様々な選手と対戦していただきました。そして試合の中で戦術心理等について、阿部さんと共に、WRM 随一のカットマンレビューは倉さんにも解説していただきました。なんと阿部選手、倉さんの2大解説です。ではまずサンプルをご覧ください。もう見た感じなんかやんちゃそうな。そうですね、元気がありそうな、元気いっぱいな感じですね。運動神経がすごく良さそうで。そうですね。勢いがありますね、前半から。もうこれはですね、セオリーといいますか、ナックル製のサーブを粒高に集めて3球目を狙おうという、叩くという、はい。阿部君的には反転してレシーブするのか、それとも粒高のままでレシーブするのかって迷うと思うんですけど、その辺どうですかね。そうですね、自分でしたら確実にバック前に来るぞっていうのが分かるんでしたら反転しますし、まだちょっと分かんない場合ですと、むしろフォア側に集めますね。あ、粒高で、はい、そのままストレートに流すってことですね。はい、もしくは粒で切れるようなサーブでしたら、相手のサーブがそういう感じでしたら粒ね、積極的にレシーブから切っていこうと思ってるんですけど。イボ高での攻撃は非常に上手なんですけど、はい、感覚としては乗っけて打ってるんですか、それとも弾いて打ってる感じですか。相手のボールにもよりますけども、弾く感じですね。弾いて、それこそ表ソフトを扱ってるような形で弾くのが一番いいのかなと思いますね。で、簡単に言うと球離れを早くするような形ってことですかね。そうですね。乗っけて打つのも、やれた方がいいと思うんですけど、僕としては安定する打ち方っていうのが、バックハンドの弾くことですので、そこを特に意識してます。ちょっと浮かせに行きますね。そうですね。バックが結構大変で、ちょっとバックの突っつきに難がありって感じですかね。そうですね。もうフォアで打ちたくてしょうがないんでしょうね。そうですね。なんか早く勝負を決めたいっていうのをなんかもう見てて感じ取れるんですけど、勝負を急いでます。こうなってきますと、そうでしょうね。こっちのパターンでしょうね。これあえて高く出してますか。そうですね、打たせに行ってますね。打たせながらも相手がつくのが見えたので前に詰めていますけども、やはりカットだけではやはり相手も手を感じないと思うんで。そうなんですよね。どうなんでしょう、ミスってもいいから攻撃した方がいいんですかね。そうですね、ミスしないのが理想なんでしょうけど、
まあ、攻撃を入れるということは相手に対してそのプレッシャーを与えるという意味では、ものすごく重要なことだと思いますね。ありがとうございました。これカットマンの方ですね。そうですね、カットマン。これだとこの展開だと、まあ、安倍さんは攻めに行くんじゃないですか。攻めに行く気満々ですね。で攻めに行くと見せかけてストップで、そうですね、今のはきついですね、はい、あれも、まあ、コツがあるんですけど、打つ、もう直前まで打つ気配を出しておくんですよ、で直前に今ストップすると。オーソドックスにしっかり返球される方ですね。そうですね、基本はしっかりできてますね。カットマンとやる場合っていうのは、はい、やっぱりミドル攻めがやはり前提になりますか。そうですね、基本はミドルですね。 あとはフォアが得意なのかバックが得意なのか、まあ、そちらの方を相手 その力量を見ながら、まあ、最終的に苦手な方を、まあ、とことん狙う、サーブは結構アップ系のサーブが多そうですね。そうですね、今のところは、はい、ああごめんなさい、今のも阿部さんの得点でしたけど、しっかり拾ってますね、カット。はい、これは裏粒の方ですか。そうですね、バックイボタカですね。バックはイボタカですか、カットマンの方がいるんだと思うんですけど、阿部さんのカットやツッツキの打球の鋭さと、うん、やっぱちょっとあのちょっと対照的といいますか、ゆっくりでふわふわ飛んでいくような感じですね、なんか見てると、ね、どちらかというとあのカットの変化で点数を取るタイプなんでしょうね。あ、攻撃を意識するというよりも。どこなんですか、イボペンですね。イボペンですね。イボタカカットに対に関してはもう天敵ですね。ですね。何しても合わせられちゃう、はい。この展開はちょっとかなり不利な。カットマンとしてはカットマンは前後左右にいっぱい動くんですけど、相手は微動だにしない感じなんですよね。そうですね。それがまた腹立つというか。確かにそうですね。それはもう。差がたくさんありますね。カットマンはその行動範囲というかプレー範囲、プレー領域が非常に広いですけど、それに対してペンイボの方はそこまで広くはないというのがありますね。基本前でこれはもうカットマン同様、まあ、もう自分から仕掛けていかないとちょっとあれですかね。そうですね、イボでやられると回転の変化も受けづらいですし、打点早く、まあ、プッシュされると、まあ、安定して入れられてしまうこともありますので、カットマンとしてはやっぱり攻撃で点数を取るしかないと思いますね、選択肢は。なんかこのショットはまだなんかどっちともどっちつかずみたいな感じですかね。カットも試してるし、ね、うん、攻撃も試してる感じですね。そんな感じですね。バックですねが明らかに集めてるところが、
攻めるときはやはりフォア主体で、フォアですね、バックで待ってると思いますので。ですよね。攻撃の精度っていうのは、まあ、練習するしかないんでしょうけど、うんうん、なんかありますかね、そういうなんか目安になるような、なんかこうしたら攻撃の精度もっと上がるよっていう、あの対イボに対してってことですかね、そうですね、やっぱ回転かければかけるほど、粒が倒れて、ラバーの性質的に回転かかってくると思いますので、そのラバーの性質を知ることとですね、あとは、やっぱり慣れ的要素が強いですよね。そうですね、サンプル動画いかがでしたでしょうか、さりげなく私も出演しております。サンプルは、1セットだけなんですが、これが試合の最初から最後まで見ると大きな戦術が浮かび上がってきます。そしてもう率直に言ってしまいます、この DVD をぜひ見ていただきたい方、おすすめしたい方、なんとなくカットを入れてる流れの中で、あ、打てそうだから打った、入ったってなんとなく喜んでるけど心の中では、おラッキーって思ってしまっていることの多い方、非常に多いと思います。そうですね、こうやってカットした、あんまり切れなかったというか、ちょっと切るべき球でもなかったから、ナックルカットしたら相手が切れてると勝手に判断してドライブして吹かした、おラッキー1点でも、表面上はおーって言ってるんだけども、心の中ではラッキーって思ってる人、戦術の中で相手のストップ浮いてきたから、いかにも狙ってましたと言わんばかりに突っ込んでいって攻撃で点を取る方、でも心の中では、おお、たまたま浮いたからとりあえずよかったみたいに思ってしまう方、そうやってなんとなく、おお、ラッキーが続いて点を取っているような方、あまりシステムがちゃんと組まれていないような方、そうですね、漠然と試合をしてしまっている方、非常におすすめです。阿部さんにはそういうところがありません。きちんとこういう展開にしたい、だからこうやってこう攻めるんだ、こうカットで切るんだ、ナックルを多くするんだ、そういうものが非常にしっかりあります。あとそれともう一つ、カットマンの方でどうしても自分のスタイルを貫いてしまう方、そうですね、よくおられると思うんですが、どの相手でも自分のカットをしていく、結果的にその自分のスタイルと勝ち合うスタイルの選手にはもうあっけなく負けてしまう、逆に自分のスタイルと合わない人には解消できる、そういうカットマンとして非常にムラのある方、そういう方にもぜひ見ていただきたいです。阿部選手一人一人の相手によって、またはその立ち位置や仕草によって、どん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 自分の戦術を変えていってます。そういうものが非常に具体的に見える DVD になっています。私も出ていて、突然阿部さんが戦術を変えてくるんです。そうするとこちらとしては、何事なんだと思ってるうちに、ガガガッと持っていかれちゃうっていう感じですね。もちろん基礎能力の高さもあるんですが、もう戦術面でも、自分は何も考えずにやってるのに阿部さんだけ考えてるっていうのが、もう終わった後にしみじみと言いますか、もう反省しちゃうっていうようなムードになってしまうんです。そして、非常に個人的におすすめしたい研究方法があります。ぜひご自分の試合も動画で撮ってみてください。部活やクラブに1台ぐらい使えるカメラはあると思います。部員さん、クラブの皆さんで1台ぐらい、どの高がお持ちかと思います。そして撮った自分の動画と阿部選手のプレー、戦術、分かりやすい、簡単に言えば、例えばサービスですね。この場面で阿部選手はこういうサービスを出している、自分のサービスと違う、そういうところをたくさん見つけてください。必ず気づきがあるはずです。阿部さん、間違いなく日本トップレベルのカットマンです。この DVD には
間違いなく日本トップレベルのカットマンの戦術が収められています。阿部さんがあっさりと勝っている試合もありますが、皆さん中級者以上、まあ、大会でちょっとした大会なら優勝してもおかしくない実力者ばかりですが、阿部さんの前にどん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 追い込まれていきます。この戦術をものにすれば間違いなくワンランク上のカットマンになれます。絶対にプレーや試合が変わります。皆様からのご注文お待ちしております。